あ、やばい、ちょっと待ってください、釣りそう、ちょっと待って、釣る、あれ、釣る。もう横川選手といえばもうこのハムです、ね、ハムですよね。もうハムとにかくすごい厚みがあるんで、まあ、どうやってそのハムを作ったかっていうところで、なんか話によるとちょっとね、僕もちょっとこう、言葉で聞いただけじゃ想像できないトレーニングだったんで、ちょっと実際にちょっと一緒にやってみたいなと思うんで、あのダンベルを使ったトレーニングらしいんですけど、はい、ちょっと一回じゃあ、はい、やってみますか。ちょっとじゃあ一回ダンベル軽めで、ダンベルのライン、はい、ライングっていうのかな、はい、のレッグカールですね、はい、これね一人でなかなかできないんですよ。それが本当にあれで、ね、僕がこうした方がいいので、かかとで挟む感じ、あ、もう足のひら、ひらっていうのか、ここ なんていうんだ、足の裏、裏か、うん、ここそうです、うん、にダン、もうダンベルの中をこういう感じね。そうなんです、はいはいはい、これで、はい、もうこれで上げ下げするだけなんですよ。足首はこのままって感じ、ずっとこのままです、うん、で多分ここら辺これ以上曲げると抜けるんで、うん、ああ、はいはい、ここぐらいなんですけど、はいはいはい、だから下体が、床に垂直いかないぐらいだね、この辺だね。で止める感じね。でこれも伸びきる手前で止める感じ。そうですね。これあのすごいっすよ、入り方がもう普通のなんだろう、マシーンのレッグカールともう全然違くて、あ、これやってみれば分かるんですけど、はい、なんでこんな違うのか僕もちょっと分かんないんですけど、これを今12キロですけど、はい、実際やってた時は40キロぐらい。40キロ。で、こっちはもう自分で支えるだけですか。そうです。でもやっぱ40キロにもなると、足の裏だけで支えられないから、うん、そのやってくれる補助者の人に、ダンベルもちょっと、ダンベルとこの足をサンドイッチみたいな感じで挟んでもらって、うん、で、あとは自分で動かすみたいな。なるほど。それでやってました。じゃあちょっと重さじわじわ上げながら、はい、一緒に。多分12とかでも。で、どこ持ってました、ここですか。そうですね、そこら辺なんか床じゃなくて、はい、適当なところで補助するときは僕こうやって持ってましたんですよ。あ、はいはいはい、でこのままこうやって上げ下げしてて、あ、はい、多分ちょっと支えてた方がよりやりやすいというか。この辺でいいですか。そうですね。でもうちょい下までです、ここら辺ですかね、はい、感覚としてはこの重さが乗っかってるところは遠いじゃないですか。レッグカールだとかかとからふくらはぎの真ん中ぐらいでパッと当てるんで、これ遠くに行くんで、ストレッチの時に何て言ったらいいかな、まあ、乗っかり方がとにかくすごい来る感じですね。うおーって乗っかる感じですね。収縮感はそんなないですけど、そこまでないですね、はい、あのこっちに落ちないようにこらえるときのこの、はい、そこの部分がすごいハードにきます。ここのちょうどハムのこの辺がもうもっこって痛くなるぐらいな、もうこれで俺がでかくなったな、本当にマシンじゃこの感覚なんないですからね、うん、こういう感じでいい、はい、あ、やばい、ちょっと待ってください、釣りそう、ちょっと待って、釣る、あれ、釣ってあ、釣ってて、ハム、俺、足の前とハムを分けてたんですよ、あの大会の出した時は、はいはい、で、ハムやる日の1種目目でこれだったんですよ、僕は、はい、あ、もうこれで全部使い果たしちゃうみたいな。これやるともうマシンの刺激がすごい軽く感じて、うん、